クレゴールガレスピーはアメリカの男性総合格闘家。ニューヨーク州、ウェブスター出身。ロングアイランド MMA、ベルモアキックボクシングアカデミー所属。UFC 世界ライト級ランキング10位。クレゴールギレスピーとも表記される。ニューヨーク州、ウェブスターでアメリカ人の父親とドイツ人の母親との間に生まれる。幼少期からレスリングを経験し、高校時代は、 ニューヨーク州王者に2度輝き、238勝11敗の戦績を残した。高校卒業後は、エディンボロ大学に進学し、レスリングの NCWA ディビジョン1で2007年に王者となり、オールアメリカにも4度選出された。大学時代の勝率は9割を超え学校記録を作った。2011年から総合格闘技のトレーニングを始めるが、 怪我や病気が重なり、プロデビューは2014年となった。2016年9月24日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、サイボーグ VS、ランズバーグで、グライコフランサと対戦し、3から0の判定勝ち。2017年4月8日、UFC210 でとアンドリュー・ホルブルックと対戦。左フックでダウンを奪いパウンドで、開始21秒の小勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年9月16日、UFC ファイトナイト、ロックホールド VS、ブランチで、ジェイソン・ゴンザレスと対戦し、片方目でニアー r 一本勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2018年6月1日、UFC ファイトナイト、リベラ VS、モライスで、ビンス・ピシェルと対戦し、片方目でニアー r 一本勝ち、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年11月2日、UFC244 でライト級ランキング10位のケビン・リーと対戦し、左ハイキックで 1RKO 負け。キャリア14戦目にして、初黒星を喫した。2021年5月7日、約1年半ぶりの復帰戦となった UFC オン、ESPN、ロドリゲス VS。 ウォーターシンでライト級ランキング12位のディエゴ・フェレーラと対戦。激しいスクランブル合戦を繰り広げ、ニアールにバックマウントからのパウンドで TKO を勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、この試合はフェレーラが4.5ポンドの体重超過をしたため、ファイトマネーの30%がレスピーに譲渡する条件で行われた。ありがとうございます。